ええ、こんにちは。速可塾の久保です。ちょっと関係筋からね、シークレット情報なんですけども、ロシア、ウクライナの、まあ、今回の、まあ、交戦ですよね。一方的にロシアがウクライナに侵略戦争を仕掛けてるという形ですけども、まあ、今ね、かなり入り乱れて、戦闘が膠着状態にあるわけなんですが、ここに来てですね、なんと次の会談で、ウクライナ、ロシアの会談で、もしかしたらね、これね、 好転するかもしれない。つまり、はっきりとは言えてなかったんですけども、聞いてないんですけども、停戦するかもしれないんですよ。停、ま、戦、あ、合意ってことは、そこからちょっと拡大解釈すると、もしかしたら、ロシアの体制、今みたいなね、ルーブルが下落して、各大手企業がロシアから撤退という図が解かれるかもしれないんですよね。いや、この情報に対して、 株式を経験してててるる人ななならどうういいいいいいにっっっけばかかことととはちょっとねピンとくるんじゃないかなと思いますもちろん情報ってのは確かな面と不確かな面が混在してますからリスクは常につきまとってますでも最低ですね株式ができる株式のやり方が分かるっていうことはこういう時にチャンスを発掘できるわけなんですよねまあ、こんな世の中になってこういったあれですけどね株のトレード一つしたことがない 投資事一つしたことがないっていうんでは、まあ、この目の前にあるチャンスに飛びつくこともできないわけですよもちろん株や FX ってのは難しいっていうのはね確かにそうなんですけどもただ情報一つですよね、経済制裁がどの程度のものなのかってことはまあ今身にしみたと思いますけどもこの経済制裁が回復したらどうなるかってことを想像したら急反発が起きて一定の仕込みをしていた人は今度はね 大幅な利益に達するんじゃないか私は、ねうんまあ、そう考えていったら株式これをねこの手法を手元に置いておかない手はないと思うんですよ、まあ、今回の件だけではなくてこれからずっとですよとにかく株を持っている株ができるってことについて子供までにね自身の収入源をこう転換させてくれるものってのはなかなかないんじゃないかなと思いますまあ家計を預かかってるのは、もしかしたら、 まあ主婦の方かもしれませんけどもでもこういったあれですけども主婦の方でも家計をいくら預かっていても節約には限度があるでしょうでも収入アップには限度がないんですよ、まあ、ということで結果的には、まあ、一つのね家庭を運営している、まあ、お父さん方に結局はいろんな責任が跳ね返ってきてるんじゃないかなと思うんですようんまあもちろんね女性の方が家計を握っていて収入の 変動にももも責任があるっているいう方かもしれまませんけども、ま、だね、多くは結局は旦那が稼ぐか稼がないかによって <laughs> 一つの家庭の生き死にが決まってくるのかなと思ったら誰よりも真剣にお金のことを考えてるのはやっぱりね一家の主なんじゃないかなと思います。ということでこの動画をご覧になってる方、まあ、女性の方もいるかもしれませんけども男性諸君ねロシジェネ世代のサラリーマン諸君ちょっと気合い入れてらんにゃいけんなと思いませんかということで今回は。 週刊中年ジャンプのストーンさんが、ね、節約と物価高について一つ話をされてますんで、聞いてみてください。それでは。はい、こんにちは。週刊中年ジャンプ編集長のストーンです。えー、今日、ヤフーニュースですね。こちらの記事から、えー、お話ししていきたいと思います。まあ、ちょっとね、値上げのお話ですね。もう皆さんご存知かもしれないんですけども。 もう小麦とかですねあと原油石油ですねこれがまあ値上げしていくということに伴ってですねまあこれにも書いてありますけども小麦値上げラッシュ家計への影響はということで4月以降ですね値上げされる商品ですねこれもう決まってる商品だけですね、えー、書いてありますねまあ、世界的な原油高の高止まりもあり ですね、原材料原材料費製造費物流費が高騰しているためさまざまな商品カテゴリーで各社値上げを発表していますということはもう皆さんご存知の通りなんですねまあこれもうね麺類パン類とかねもう本当に生活に必要なもの食料とあと、えー、石油関係ですよねこれが上がるともうやっぱり全体的に上がってきますからね、えー、食品ですねカップラーメンとか麺類ですよね焼きそばも上がるとかね えー、調味料も上がっていくとだからこれはあれですよね外食産業なんかも,もう打撃ですよねまたねコロナでちょっとね落ち着き始めたところでまたウクライナのねあの紛争が起きてしまったということですねやっぱ原産国っていうかまああの何て言うんですか資源国がああいうことになっちゃうと結構やっぱダメージ大きいですね今グローバル化して世界的にどこの国が大丈夫っていうのはないですからねうん。 えー、生活用品もね、上がっていきます。トイレットペーパーですね。天然ゴム。タイヤなんかも10%上がると、10%上がるってすごいですよね。うん。で、公共料金ですね。公共料金も、まあ、上がってきますよ。原油高でですね、上がってきますということです。で、交通、郵便、これもね、まあ、上がってきますよということです。で、えっ、ー、とですね、これなんかね、保険料も上がるんですよね。 保険料も上がっていくと医療保険そうです、ね、22年10月からですね医療費やえ保険費ですねもう値上げするということですうんでここに書いてあるんですけどもまあねえっ、ー、と値上げですねこれシミュレーションしていく必要があるっていうことになるんですがシミュレーションしてもですね、まあ、収入が上がっていかないであの値上げがされるんで、まあ、シミュレーションした方がいいんですけどもそれよりもですねちょっと考えることが あるよよななってことなんですよねで今日はちょっとねこのコメントですねコメントどんなことが書いてあるかっていうのを見ていきたいと思いますこのニュースの記事についてのコメントですねまあこの最初の方だけですねこれ読んでいきたいと思いますえ何、ー、て言うんですかねこの人 TAK さんですね最初の、えー「恐ろしいのは給料が上がらないどころか消費者の買い控えで企業業績が悪化しそのせいで賞与や給,給与 月額ですね給料がまあ減額もありえるところとそうですね、うん、ありえますよねえー、個々の節約にも限度があるしこのままだと本当にまずいとそうまずいですね、うん、実際光熱費、えー、使用減減ってるのにも減ってるのに請求額は上がっているとそう節約しても上がってるってことですね、うん、食事も抜こうかなと昼抜こうかなとか言ってますねこの人はね で政府に何とかしようという気が見られないので自助努力しかないとまあそうですねもうおっしゃる通りなんですねだここ,ここに来てですね政府に頼るっていうあのあれですよ政治に興味を持つっていうのはもう基本的にないといけないんですけれどもまあこういう時にですね政府に頼む神頼みみたいなのはダメですよってことなんですよね結局はねもう自分でやっぱりやっていくしかないということだと思います。であの当然そのの政治っっってていうのは興味を持ってやっぱり 行かないといけないいいとけんですが、えーね、やっぱり自分で基本的にはやっていくということですね。まあ玉木さんもいいんですけども自分でねやっぱりやっていかないと玉木さんは別に給料くれないですからね、えー。まずは自分でやるというのが重要かなと思いますね。で次の方ですね。 値上げが続き漠然と不安を感じてしまう人はまず現在の家計状況を把握しってこれあれですね本文の記事のことを言ってるんですねシミュレーションしてみたらいかがでしょうかということを言ってる記事に対してえ値上げは事情があるので仕方ない部分はあるとだがこの考えはよくないとシミュレーションしてっていうことですね節約しましょうっていうことはよくないってことですかねえ日本は諸外国に比べて何十年も給油を値上げしてないとそうですね 世界的にも上がっているし物価も上がっていると節約じゃなくて給料アップとだからこれ給料アップがねできない状況なんですよね日本はねだからそこをなんとかしろっていうのはねそ,その通りなんですがなんとかならないんでここはやっぱりね自分でやっていくしかないんですよねもうこれはもう言っていく必要はあるんですけどもじゃあ来月の給料どうするんだって話になってくるんでねここはやっぱり自分でやっていくということが必要なんじゃないかなと思います これ最後ですかねこれ3つぐらい読んでおきましょうかね、えー、値上げすることは問題じゃない給料が上がらないことが問題とまあそうですねうん給料だから給料会社からもらう給料じゃなくて自分で給料を取れるようにすればいいんですよねあの給料というかもうその収入源をねそういうことなんですよねだから皆さん同じこと言ってるんですよねうん値上げはどうしようもないってねそうあの理解されてるんですよ 値上げはね、しょうがないんですよ。原材料が上がってるから。だからって言って、原,原料が上がってる値上げなんで、じゃあ、売り物が値上げしたからって、給料上がるかっていうと、そうじゃないんですよね。それはまた別の話ですよってことなんで、やっぱりね、それはそれで、まあ仕事はして、で、その他にですね、やっぱ自分で、やっぱこう、えー、所得取れるようにしていく必要があるかなと、これからですね、あります。まあ今まではですね、僕らの親の世代は、やっぱりそのね、 終身雇用で会社にもうねずっと勤めてもう神経の80%か90%ぐらいも会社のことでねえ頭いっぱいってことでも良かったんでしょうけども今はやっぱりねそれだと先行きはね見えないかなと思いますね。じゃあどうするかってことなんですけどもアルバイトねアルバイトもね副業がいいって言ってもまあ一時だけですよね。やっぱり長い 将来的なことを考えていかないといけないんでずっと続けられて収入が取れるものですねまあ,あのビジネスを始めるっていうのもいいと思いますね、まあ、ビジネスもあの何をやっていいか分かんないっていう、ね、こともあるんですがまあそういうなんかある人はねそういうことをやっていった方がいいんじゃないかなと思います。で僕はですね、まあ、ビジネスというよりもあのもう老後ね自分の親なんかを見ててもですね、えー、も,うはたもう実際働いてないんですけども、まあ、年金とその あの貯金を切り崩しててやってるんですけど僕らの時ってそんなに貯金もあったりとかあとはその年金がねちゃんともらえるかどうかっていう話もあるんでやっぱり自分で何かをして収入を得なきゃいけないということですよねそういうことがちょっと考えることがあってですね今僕はあの株のコミュニティをやってるんですねで。ここで,ですねちょっと株の勉強をきちんとして で将来的にもですね、えー、みんなで、ね、稼いでいこうっていうねちょっとやってるんですけどもだから体が動かなくてもですねパソコンがあれば株なんかできますんでただその知識とあその経験とですねあとはその、えー、それを向上させていくその努力というか練習ですねこういうのができないとやっぱりできないんで。 ななかなか一人でで、ね、独学でやるっていあのもちろんそういう方もいらっしゃいますまれにですけどあの自分でねああ分かった分かったこうやれば勝てんのねっていう形でやる人もいるんですけどもまれですよねなのでやっぱりねその辺はねあのお教えしますえー、みんなでねやればやっぱりあのモチベーションも上がってきますしなかなか一人じゃできないこともですねコミュニティがあってえズームとかでねあの 直にこうお話ができるんで、なんかこう、教材があってとかっていうのもいいんでしょうけども、教材もあって、プラスアルファやっぱりこう話ができるとね、やっぱりいいかなと思いましてね、そういうのをちょっと立ち上げてます。はい。まあ、よかったらです。あの、ご興味があればですね、えー、概要欄にメールアドレスがありますので、そちらからお問い合わせいただければなと思います。でやっぱりね、こういうちょっと混沌とした時代に入ってきてますんで、まあ、ちょっと数年前からね、そういう予兆はあったんですけれども、まあ、 本当にここに来て現実化してきたかなっていうところなんで、えー、皆さんですね、えー、サラリーマンの方も頑張っていきましょうということですね。えー、ということで今回は Yahoo のです、ね、ニュースのちょっとコメントを読んでいきましたということですね。えー、今回以上です。ありがとうございました。